どうも様子がおかしいな。シグニハルト城の方が騒がしいわね。これはゴブリンやオークの足跡だな。待ってください、この足跡ゴブリンやオークの足跡ではありませんね。途中で引き返しているみたいですが、気をつけた方がいいかもしれません。急ぐぞ。はい。こいつシグニハルト城が完全に包囲されているなんて。ためらっている時間はないわ。この程度の魔物に時間を費やす必要はありません。もっともあなたが望むなら止めはしませんけれど、残された時間をどう使うか全く融通が効かないというわけではありませんからね。奴らを排除する。行くぞ。物好きなことですね。他人の前に自分のことを心配すべきでしょう。人は損得だけで行動するものではありませんからね。本当に厄介な心の動きですが、そんなバイスさんのこと嫌いではないでしょ。だからこうして一緒に皆さんといるわけですし、魔物を倒したり誰かを探すだけなら、あなたは指示を出すだけでもいいわけですからね。それは邪推というものです。好きも嫌いもありません。バイスの行動を監視すること、それが私の使命というだけのこと。そういうことにしておきましょう。どうしよう。たまにはビシッと決めないとな。決めるぜ。これで終わらせます。これでいいのかな。了解。遅れるなよ。こっちに来ないで。さーて、ショータイムといきますか。行くぞ。続きに。それで終わるか。それで終わるか。
やってくれ。行きますか。戦いに終わりはない。どうしよう。やるしかないのか。くらいな。ハゼロ。やってくれ。行きますか。少しばかりやりすぎちまったか。悪すぎる。行ってくれ。わかった。どう？ボルト？どう？やってください。行きますか。行ってくれ。残った魔物は引き上げたみたいね。俺たちのことは全く念頭になかったようだな。あの連中よ。最初からそんな頭あるわけないでしょ。集団戦でのゴブリンやオークは正面から戦えば手強い相手だが、側面や背後から叩けば脆い。数は多かったがいつも通りだったからな。ご無事でしたか。ビクトリアか。なぜここに。いや、その前に礼を述べねばならんな。そいつは構わないが、こんなところまで魔物を近づけるなんて一体どうしたってんだ。あれだけの数をまさか保証が見逃したというの。無論保証は廃しておる。保証から魔物どもがグロザー連邦を行軍していたことも報告は受けていた。だが他の守りを手薄にすることもできず、またあれだけの数を相手にするにはこうするしかなかったのだ。やはり魔物の脅威は現実となりましたか。魔物どもはガイ砂漠を横断し、グロザー連邦を越え現れた。ガイ砂漠といえば、確か盗賊が根城にしている砦があったはずだよな。
砦は今も健在だ。魔物どもが砂漠を越えた後でも傷一つないと石膏から報告を受けている。まさか盗賊と魔物が手を組んでるとでも言うのか。そんなことあるわけないでしょ。ゴブリンやオークが人と交渉するなんて考えられないわ。確かに考えられないことですが、ありえないことではないかもしれません。心当たりでもあるのか。まさかとは思うのですが、ここに来るとき見つけたゴブリンともオークともつかない足跡、あれはもしかしたらガーブルのものかもしれません。ガーブルだと？まさかそんなこと。これは推測なのですが、あの場所まではガーブルが先導していたのではないでしょうか。引き返したのは背後から襲われない確証があったからとも考えられます。他の隊が増援に来れないことを知っていたとすればか。あの規模だ。正面からぶつかり合えばこの城でさえ落とされないという保証はないだろう。俺の目の黒いうちはさせぬがな。だが盗賊の件といい、今回の魔物の動きといい、この大陸で何かが起こっているのは確かなようだ。何か手を打たねばならぬだろうな。お父様、もはやこれはこの国だけの問題ではございません。ゴブリンやオークといった下級の魔物は増加の一途をたどっております。私は皆様と世界を旅し、これまでにない力を持った魔物に出会ってもきました。今や世界が魔物の脅威にさらされております。今この時に全ての人が手に手を取り、皆で魔物に立ち向かわなくては私たちに勝機はございません。森人と手を組むか。それは何度も試みてきたが、返事はいつも変わらん。元をたどれば、俺たちが森人であったことも奴らにすれば面白くはないのだろう。だがそれ以上に森人であるということに固執しすぎておる。その考えを覆させることは容易ではないぞ。それでもなさねばなりません。言ってくれるか。また無駄なことにって愚痴らないのか。使命を果たしさえすればそれで構いません。そうかい。なら今度は俺も行くとしよう。俺が行くことでかえって話をややこしくするかもしれないが、まあ行かないよりはマシかもしれないしな。すまないがよろしく頼む。あまり期待しないでもらいたいがね。そういえばお父様、サイラスの姿が見えないようですが。あやつは今砂漠近くに配した守備隊の指揮を取っている。サイラスが守備隊の長を務めているのに、あれほど簡単に魔物を通したというのですか。動けぬ事情があったのかもしれん。ここ数日サイラスと連絡は取れんのだ。そんな。言ってみればわかることだ。話をまとめた後、奴の居場所にでも寄ればいい。お願いできますか。なかなか気前のいいことだな。好きなようにやらせてもらおう。俺に残された時間の中ではな。好きになさい。ビクトリア、気をつけて行け。はい、
父様もお気をつけください。